オラピスはポプラです。はい、ポップマートで新しいトイたちを買ったのを紹介していきます。まずはスカルパンダの車シリーズ。はい、かわいいですね。どの子が来てもね、もうね、嬉しい限りです。誰が来るかな。これは1個だけ買いました。んまあここら辺が一番欲しいかなってところですね。でも、ん、全員かわいい。はい、こんな感じです。箱もね、取っておきたくなるようなね、黄色で可愛らしいです。どうしよう、開けていくか。早速なんで一番最初に開けていきます。最近ね、買い物しすぎて、お、ちょっと待って、こんな感じで入ってるんだ。傷つかないように、あの、透明な箱に入ってます。あおー、なるほどね、すぐにわかる。え、このまま飾ってもいいかも。はい、来ました、飛行機の子ですね。この子欲しいって言ってる人たち結構いたような気がする。え、かわいい。今までのスカルパンダたちよりも小さい、顔がすごい小さいです。その分ね、なんか飛行機とかが増えてる感じかな。えへー、あ、取り外しは無理なんだ。モリーのね、バイクの子を持ってるんだけど、あの子たちはね、よく落ちるんだよ、バイクから。でもこれ落ちる心配ね、ないね。しっかりとくっついてるんで。髪の毛もかわいい。上にフューンってなってる感じが。で、プロペラの部分は動きます。タイヤももちろんだね。下がかわいい。こんな感じです。なんか、色落ち？色ハゲ？わざとしてる感じがかわいいです。あと汚れてるのもね。かわいらしい。あ、かわいい。わあ、もうね、細かいところが全部細かい。言うことないって。かわいいです。はい。滑りもすごく良くて、カードがこんな感じ。黄色っていう時点でかわいいんだけど、各ね、カードに番号が振り当てられてて、この子は8番になります。そうだよね、合ってる。この上から順番に行って8番目だからかな。8、この子が8です。全員揃えたいけど、今回は単品で買いました。将来的にアソートを買おうとは思ってます。で、裏面まで可愛い。これダブって裏と思って両方飾りたいかも。可愛すぎる。はい、素敵なカード、大きめだね。あとカードが続いてはモリをね、アーソート買いしたので、はい、どの子が出るかな、ドキドキっていうよりかは、はい、どの子が出ないかな、ドキドキですね。開けていきましょう。はい、パパッと見せる感じでいいかな。基本的にアーソートを買った場合、たまにね、重複して出ることがあるんだけど、基本的には、シークレットから全種類当てられるんで。うん。結局全部欲しいんだったら、アーソート買いの方がお得だね。最初に来たのは、あー、かわいい。この子すごいかわいい。耳がね、唯一出てる子で、これが、あれ、テポ。はい。名前はちょい、まあ、いいや、いちいち名前は見ないでおこう。この耳が出てるからさ、飾るとき、ちょっと、大変かな、どうだろう。はい。こう、手も動きます。カードはこんな感じ。かわいい。あー、かわいい。ちょっと、肌色が違うかなぐらいだね。でもモリー黄色っぽいもんね、普段から。かわいいです。あ、そういえば私、あ、初じゃないか。はい、スペースモリーは初です。銃つけてこう。持ってるのが、あとバイクのモリーだけかな。普段は買わないけど、最近モリーに目覚めちゃって、いろんなモリーをね、集めたくなってる、最近この頃ですね。よいしょ。硬いな。はい。つけるのにちょっと苦労しました。こんな感じになってます。うん。かわいい。持ってる手もかわいい。下ろすか、立たせるか、悩むね。おう。かわいい。この子が、あれ？この子見たことあったっけ？
裏面こんな感じになってます。ちょっとデザイン違うんだね、それぞれ。あ、待って待って、この子シークレットだ。待って、嘘、見たことないと思ったもん。やば、見てカード。さっきのカードが、シルバーだったのがゴールドになってます。あVIP カードのクレジットカードみたいで、さっきのがシルバー、金ゴールド。やばい、まさかここで初シークレット来ると思わなかったんだけど、初めてです、このシークレット。ありがとうございます。あ、美しいよ。ちょっと豪華感があるね。やさん、アソト買いしたからにはさ、シークレット狙ってなかったんだよ。その諦めるって意味でアソト買いしたんだけど、まさか来ると思わなかったな。あ、手がちょっと硬いね。あ、すごい。すごい。イェーイ。あ、下こんな感じだね。かわいい。豪華。地球がテーマなのかな？目が地球になってた。おう。クリスマスの子です。これはビッグサイズもあるのかな、確か。あ、全部ビッグサイズあるのか。どうだったかな。これはまだ売られてるかもしれない、ワンちゃん。あの、日本の公式で見たことある、この子。あー、後ろ、わたわたが入ってる。おう、おう。素敵。おう、おう、おう。おう。ヘルメットが雪だね。かわいい。はい。お、チューブの部分、緑がすごい、グミみたいで美味しそう。バン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 。おー、これは何だろう。透明な子。あ、バブラが持ってるシリーズの子かな。持ってるわ、この子。このちょっとオレンジだけど、こんな透明な感じでいます。バブラの家にも大きいのが。かわいい。かわいい。かわいい。はい、こんな感じ。よいしょ。透明だね、全部。なんか中に入ってるのはない。てれ。カード。あ、ちょっと待って、大変なことに気づいた。絶対手に入れたいのが、スポンジボブとか、この子。なんか派手な子が全部好きで、絶対手に入れたいなと思ってた。この子たちが入ってなかったらどうしようって思って。あー、やばい。シークレット来たってことは誰かいなくなるってことだよ、みんな。大変だ。どうし、あー、来てくれた。これさ、名前忘れたんだよね。でも、このメーカーの帽子持ってるから、これ好きで。名前忘れた。でも、可愛くない。なんか飴みたいですごい好きなんだよね。かわいい。この子はね、どっから見てもかわいいんだよ。目もかわいいし、帽子もかわいいし、服もかわいいし、裏までかわいい。たまんない。え、これ裏向きでも飾りたいな。もう一体欲しいかも。かわいい。めっちゃかわいい。いいね。続いてはわー、チョコレート。美味しそう。チョコ食べたくなってきた。すごい。豪華。キラキラ。豪華。いや、チョコ食べたい。チョコ食べたい。すごい食べたい。あー、おう、おう。トゥトゥルトゥトゥ。かわいい。シークレットの隣に飾ろう。二人ともなんかリッチな感じがしてすごいかわいい。見てこれ。あ、今気づいた。このさ、ロゴ違うんだよ。これ、一緒だったけどさっきの。ほら。見てこれ違う。シークレットと違う。あし、おおおお。嬉しすぎや。めっちゃ嬉しい。あ、これは最高。やばい。このね、
ついてくるやつ。うわー見て、ヘルメットの部分キラキラ、ネオンに光ってる。全部透明だったのに、全部じゃないか、クリスマス以外は透明だったのにこれネオンになってるの。かわいい、かわいい。え待って、これずっと見てたぐらいかわいい。じゃじゃん、付属品。足めっちゃ動くやんこんなに動くとは思わなかった。おうおう、内股かガニ股か選べますね。で、この子たちはどこにくっつけられるんだ。なんかビッグサイズはこ、おお、あった、ここだ頭の裏、え、しかも下の方、なんかポジションがある。ほら、絶対ここみたいな。え、譲らないじゃん。ちょっと上の方に行ってほしかったんだけど、ここ、おお、ここがいいんだね。黒はどうなるんだろう。あー、ダメだ、絶対ここがいいってところがある。譲らないんだ。え、じゃあ一体くっつけるとしても一匹だけ。そうだね、やばいです。皆さん、スポンジボブかこの子、残り2体になりました。このどっちかが入っていません。あ、ごめん、あと3体だ、この子もだ。やばい、スポンジボブだけは絶対入っててほしい。おう、スイカだ。スイカ、クリスマスの子と似てるんだよね、スイカちゃん。かわいい、思ったよりもかわいいんだけど、色が鮮やか。ん、なんか写真で見る限りスイカあんまりいい感じしなかったけど、こう見るとスイカいいな。タラーン、おー、目に粒がある、かわいい、いい、これはいいかも。ちょっと見てたいって感じになる。うん、なるほど、かわいい。見て、ほくろ気づかなかった、ほくろあったんだ、モリー。こんな感じだね。あー、お願い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 、モリ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 、あ、スポンジボブ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 、あー見て、モリーの表紙にうっすらモリーがいる。スポンジボブ頼みますよ。これラストになります。頼む。スポンジボブ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 。絶対違う。はい、この子でした。念願のスポンジボブとは会えず。この子出ましたね。この子私ちょっとビッグサイズ見たことないな。何のシリーズだろう。おう、ラメが入ってる。ラメラメシー。まあ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 。ラメイね。全部ラメイ。あー、ダメだ。いや、かわいいよ、かわいい。スポンジボブが来なかったショックが一番大きくて。欲しかったシリーズリストに入ってたのに。かわいい。はい。目がね、すごい、ラメ。かわいいです。はい。はい、カードこんな感じ。はい、皆さん、ご視聴ありがとうございました。まさかの初シークレットがスペースモリーでめっちゃ嬉しかったです。あー、かわいい。で、思ったよりね、これちっちゃいんですよ、だいぶ。はい。スカルパンダも。モーリーですら小さいのに、それより小さいスカルパンダがいるっていうね。はい。こんな感じでした。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。またの機会があったらよろしくお願いします。チャオベイシュ。バイバーイ。